ビトゥビ大丈夫夜破棄隊 2B のブラックボックス信号は途絶。死亡を確認。状況を共有する。夜破棄隊 9S は本日、破損部分の復元・修復が完了。再起動可能状態にある。夜破棄隊 A2 も再起動予定。提案、ライトの点灯。確認、A2 および 9S 機体の安全の確保。問題ない。ならば、残りの課題は一つ。我々は、ヨルハ支援システム、A2 および 9S の機体が稼働するなら、随行支援する義務が存在する。同意。A2 および 9S の位置を表示。それじゃ司令部を行って逃げろ。ここは私が。ダメ、ヨンゴ。識別番号 A2 の起動を確認。おはようございます、 A2。 なんだお前。私は随行支援ユニットポッド04に夜破棄隊 A2 の射撃支援を担当。そんなこと頼んでない。皇帝、 A2 からの依頼は受けていない。この行動は全随行対象機体の 2B からの最終命令として記録されている。必要ない。夜破棄隊 A2 にその判断をする権限はない。勝手にしろ。一体何なんだあのでかいのは。不明。役に立たない箱だな。夜破棄隊 A2 の行動目的の開示。なんでいちいちそんなことを。支援する上で必要な情報と判断。教える理由はない。
要請、夜破棄隊 A2 の行動目的の開示。教えないって言っただろ。随行支援ユニットは対象支援機体の行動目的が開示されない場合、要請プロセスが30秒に一度自動的に実行されることになっている。は？推奨、速やかな行動目的の開示。不必要に会話を繰り返すのはエネルギーの無駄と判断。お前が勝手にやってるんだろう。30秒経過。要請、夜破棄隊 A2 の行動目的の開示。目的は機械生命体をぶっ壊すことだ。分かったか？了解。付近の機械生命体のスキャンおよびマーク完了。砂漠地帯に大型の適正機械生命体を感知。推奨、大型機械生命体の破壊。私に命令するな。否定、これは命令ではない。夜破棄隊 A2 の行動目的に対する支援情報である。推奨、情報に不満がある場合、行動目的の更新。うるさいだまで。否定、本支援ユニットは夜破棄隊 2B の最終命令によって行動中。夜破棄隊 A2 に命令権限は存在しない。勝手にしろ、邪魔するな。了解。からどんな敵かと思ったら大したことないな。否定、敵機械生命体発動現在。なんだこれは。砂漠地帯用に進化した機械生命体と推測。推奨、敵機械生命体の破壊。言われなくても。くそ、これが B モードで倒すか。警告、核融合ユニットの出力を増大させる B モードを危険。攻撃力は増大するが防御力は低下し、メンテナンスコストも増大する。その証として最新型のモデルからは機能削除されている。旧型モデルで悪かった。
険を感知。EMP 攻撃。推奨離脱。ここは。EMP 攻撃の衝撃によって A2 のメモリ空間にハッキング被害が生じた模様。じゃあ、これは私の記憶領域か。てか、何でお前がここにいるんだ。随行支援ユニットは支援対象機に不具合があった場合、内部モニタリングの義務があるため。勝手に人の頭に入ってくるな。私たちは同じだ。誰にも頼れず、ただ泣き叫んで。うるさい！うるさい。ポッド1号さんへ情報共有を開始する。了解。圧縮会話モードを起動。圧縮会話モード終了。理解した。 A2 の記憶空間内にある 2B データが A2 の自我に及ぼす影響について今後の報告を待つ。了解した。支援活動の参考情報としてアップデートする。
ございます。A2。一体。夜破棄隊 A2 は5分42秒前に再起動された。原因、大型機械生命体との戦闘による過負荷によるもの。くそ、砂だらけで鬱陶しいな。報告、燃料用ろ過フィルターが劣化。砂漠での戦闘時に微細な粒子が内部に入り込んだ模様。推奨。早急な当該部品の交換。交換って言われてもな。レジスタンスキャンプで使用された過去記録を発見。レジスタンスキャンプ。